極東博物館、アンパン男爵亭、アレクサンドル・マルセルは、フランスの建築家。ベルエポックの時代に、オリエンタル趣味の風変わりな建物を得意とした。1860年パリ生まれ、エコールデ・ボザールを卒業。1895年、パリのボンマルシェ百貨店の支配人の依頼により、日本風の衣装を凝らした、武闘会場、ラパゴ島。 百貨店と同じバビロン通り沿いに建設。日光東照宮をイメージしたデザインとされているが、来日経験はなく、和洋折衷に中国風も加わった不思議な建物になっている。1899年、実業家のベルジェールの娘と結婚。ベルジェール家が所有していたモーレブジエのコルベール城の庭に日本風庭園の建設を始める。1900年に、 パリ万博のカンボジア館、スペイン館のほか、船会社の注文で、同社の寄港地をイメージした建造物を寄せ集めた世界旅行パノラマを担当した。万博終了後、パビリオンの解体部材はコルベール城の日本庭園に運ばれた。また、世界旅行パノラマの中に建てられていた日本の五重等風の建物を、ベルギー王のレオポルド二世が気に入り、 ラーケンに50頭と中国間を建設。レオポルド2世からベルギーの実業家アンパン男爵を紹介され、男爵が開発していたエジプトのカイロ郊外にあるニュータウンヘリオポリスの建設事業に協力する。1911年に建てられたアンパン男爵の宮殿はインドのマハラジャ宮殿をイメージした風変わりなもので、現在も陳建築として、 ヘリオポリスの観光名所になっている。1913年に在日フランス大使館建設のために初来日したが、第一次世界大戦のために大使館建設が中止となり帰国。1926年にフランス芸術アカデミー会員に選ばれる。1928年に設計机の上で亡くなっているのが発見された。鈴木誠、川原武都ジャネル。 ベルナール、フランスモーレブリエの日本庭園、造園雑誌1987年51巻5号、P19 から24、ドイ、10.5632、ジラ1934.51、59。ある、ケイザーある、バロンオアパレ頻度。ありがとうございます。